皆さんこんにちは、ラジコンマガジンの徳谷さんです。毎回こんなスタンスで配信してますのでよろしくお願いします。こっちは助手の種ちゃんです。時々喋ります。種ちゃんです。今回もよろしくお願いします。ということで、徳谷さんの RC ドランカー第5回のネタは、じゃじゃん、タミヤタムテックギアをもう一度見直したい&魔改造の世界編をお送りします。また魔改造？また魔改造ですよ。はい、ということで今回も始まりました、徳谷さんの RC ドランカーです。みんなの大好きなタムテックギアのお話ですよ。最近また再販されたんですよね。そうですね、再販というか、まあ若干リニューアルみたいな。グラスホッパーのボディはなかったんですか？なかったんですよ。まあボディだけが新しいわけじゃないんですけどね。最初のモデルは2006年に市販されましたが、2021年の秋にタムテックギアの新製品ということでね、また発売になりました。今回はグラスホッパーのボディをまとって、バッテリーが日課度3分の2セルだった旧型から乾電池は 1100mAh のリフェバッテリーが搭載できるようにシャシーをリニューアルしてきたんですよね。3分の2セルのバッテリーは入手が困難ですもんね。レジェロも同じバッテリーじゃないですか。バッテリーがないと遊べませんよ。シクシク。まあそういった意味でね、そこは評価できるんですよ。ただし別売りですけど、旧型には容量こそ小さいものの2カドバッテリーと充電器が付属してましたから、プロポの電池を購入すればまあそのままレディーゴーできたわけです。でも乾電池が使えるなら同じじゃないですか？そうなんですよね。そもそも旧型よりもプロポの電池が8本から4本に減ったわけですから、残った4本を車体に入れても同じ数の乾電池が済んじゃうわけです。悪くないですね。でも走行に乾電池使うとすぐなくなっちゃうんですよ。ああ、そうでしょうね。しかもリフェバッテリーの充電できる充電器ですので、バッテリーと充電器で1万円近くかかっちゃうんですよね。そこは仕方ないですね。まあそうですね、他のモデルにも転用できるんでね、まあ将来性を考えれば悪い話じゃないんですよ。で、旧型にはミニサーボがついてたんですけど、新型の標準サーボが使えるようになりました。付属してる標準サーボはちょっとスペック的に弱いんですけど、まあいいサーボを使いたい人には両方でしょうね。標準のままでいいのにって人はまあ旧型の方が良かったかもしれないです。あと足回りのボールベアリングがブラベアリングにコストダウンされてました。そして ESC スピードコントローラーですね、これも若干スペックが旧型より落ちます。でもお子様や初心者向けにですね、ボタン一つでパワーを半分くらい絞る機能ついてますから、親子で一緒に遊ぶにはよろしいかと。子供を洗脳するんですね。そうです、早すぎると難しいけど遅ければ慣れやすい、慣れたら早くもできる。オプションパーツも必要最低限のもの、まあ例えばオイルダンパーとかセッティング用のスプリングなんかも再販されましたし、必要にして十分かと。ただね、何か不満でも？サーボが大きくなったことで気になることがあるんですよ。そうなんですか？実は旧型には GB02 というフロントサスがダブルトレーリングサスペンションになっているモデルがあって、まあそれがバギーチャンプとして市販されたんですよ。ところがですね、サーボを大きくすると、まあ、サーボの厚さが変わってしまい、バルクヘッドとあとダブルトレーリングの寸法まで変わっちゃうんですよ。なので02を製品化しようと思うとその辺も完全に作り直しになっちゃうんです。果たしてタミヤさんはそこまでして 02S を市販してくれるのだろうか。タミヤさんならやるのでは。問題はタムギアの売れ行き次第かもしれませんが、俺ら個人的に 02S でワーゲンオフローダー出してほしいんですよ。ああ、個人的な要望ですか。いいじゃないですか、みんなも欲しがりますよ多分。確かにワーゲンオフローダーなら可愛いですね。でしょ。ビートルトレイルのボディがサイズ的には合うので、まあ乗せようと思えば乗せられるんですが、オイラが欲しいのはあれじゃないんですよ。ワーゲンオフローダーのバハバグが欲しいの。マニア心は複雑ですね。あとまだあるんですか？ GB03 も出してほしいんですよ。いわゆる 4WD モデル。それもサーボか？そうなんです、むちゃくちゃタイトなところにミニサーボを放り込んであるだけに、標準サーボではちょっと。しかも 4WD なのでプロペラシャフトすら逃がせるのかわからないぐらい、そのぐらいタイトなんです。それこそ大規模な設計変更を余儀なくされそうなぐらい、もうもはや完全に新製品かなと。ギリギリですね。個人的にはスーパーショットとビッグウィッグまでやってほしいんですけど、やっぱり無理かな。旧型もホットショットだけで終わっちゃったし。でもタムテクギアって本当によく走るんですよ。
当時はブラシレスモーターのユニットまでタミヤさんから出てたくらいですし、もう一度タムテクギアに光を当ててほしい。またよくできてるのに魔改造のベースとしてもすごくいいんですよ。敵の良し悪しに関係なく魔改造してませんか。そうですね。で、手始めに FF にしちゃいました。 FF のフロックなので FF フロックです。基本的には前後反転させてシャーシ上面にサブデッキを作って、そこにセミトレーリングアームの、リアサスをマウントしているサブフレームを装着しています。セミトレーリングアームとサシマウントは66ナイロンからの削り出します。これも贅沢ですね。サシマウントの下にシムを入れるとキャンバー角の調整ができます。ステアリングワイパーは TA01 系から移植しました。フロントダンパーは GT01 用のロッカーアームをシャシ側面に移植して、シャシに対して水平にマウントしています。マイティブロックのリアダンパーみたいな状態ですね。そのままでリアサスをこうしたらリアルにマイティクロックっぽくないですか。お、言われてみればそうですね。今頃気づいたですよ。これがまたよく走るんですよ。 4WD って遜色ない走行性能でした。今もお気に入りです。次に GB03 のホットショットをプティマに魔改造しました。上昇精神にしてしまう。防御に出ましたか。だってオプティマ大好きなんだもん。タムギアのバギーチャンプのボディを魔改造してプティマにしました。サイドダムをポリカみたいでペーパークラフトみたいに作って接合しています。標準のバッテリーホルダーはボディと干渉するのでカイダックの板を加工してコンパクトにしました。フロントダンパーマウントをポリカのブロックとカーボン FRP で作ってオプティマっぽく独立ダンパーにしました。これもよく走ります。まあ 4WD ですし、フロントがモノショックじゃなくなったのね。実は GT01 のオンロード感もお気に入りでいっぱい買ったんですよ。ポルシェ934はかっこよかったですね。ええ、934のボディだけでまだ新品が5、6個あります。もちろん他のボディもホイール込みで数個ずつありますけどね。で、キットもいっぱい買っちゃったんで、気がついたらシャーシーぶった切ってつないでってやってたらトリプルモーターの6輪駆動車が出来上がってました。どうして FF に魔改造した構造といろいろ混ぜちゃったんですね。バッテリーの蓋のところをメインシャーシ的にカーボン FRP で作って接合し、上面をカーボン FRP で作ってサブデッキで接合しています。さらに3つ目のミッションはピッチング方向にサスをつけて、でそこにマウントしてオールダンパーで支えています。こうするとジャンプの着地でお尻から落ちても最後尾のミッションを守ってくれますし、ここのダンパーの長さを調整すると旋回するときのグリップ感が変えられるので、アンダーステアも抑えられるんですよ。そんなことばっかり考えてるんですね。で、これに当時はブラシレスモーターとサンセルのリポを乗っけてぶっ飛ばしました。これもうむちゃくちゃよく走るんですよ。もうむちゃくちゃするには最高ですよ、これ。本当にむちゃくちゃしますね。でもそれに十分耐えられる強度が駆動系にも足回りにもあったんですよ。タムテクギアのすごいところです。今は ESC が燃えちゃって同じものがないんで、ノーマルモーターに戻してますけど、でもツインバッテリーになってます。今回もお話が長いですね。あれ、もうそんな時間経ちました。じゃあ続きはまた次回にしましょうか。ではタムテックギアの魔改造の続きはまた来週ということで。まだあるんですか。まだあるんですよ、魔改造タムテックギアは。それにタムテックギアの魅力が説明しきれてないし。ということで今回も長らくのお付き合いありがとうございました。今後もいろんなネタで展開していきたいと思いますので、よろしくお付き合いくださいませ。ではまた。